じゃあ、はい、これは、はい、どうも何から話していいかわからないんですけど、待っておりました、この時間を。はいはい、ありがとうございます。本当に、はい、今これは、はい、篠原さんと私がこうやって話すというのを、はい、勝手なことをですね、映しているわけですね。はい、映、はい、しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。どういうことになるか分かりませんですけども、これは勝手に話をしません。YouTube で、ね、載っけるかも分かりません。いや、それはダメ。それは、よろしくございますか。それは、私はもちろん、何でも結構です。さすがですね。終わられてね、はい、まあ、どっか行かれる。これが僕の新しい CD です。そうですか。やっぱり、これが僕の土産でございます。はい、よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。小出さんの会うということが、心に来ておりますもんで、はい、もう心を込めて作っておりますもんで。はい、ありがとうございます。はい、私は前に品川さんが、はい、若い頃に、米国に行った頃の DVD を、この自己紹介のようにしていただきまして、あ、品川さんもこんな若い時があったんだなとあの時に思いましたけど、これから見れば随分、はい、ありがとうございます、ね、はい、召されました、はい、いえいえ、本当にあの74年に僕は日本を離れたんですよ。そうですか。ちょうど小出さんの時間で時が39年前ですね。そうですね。私は74年に京都大学原子力実験所に行きました。で、僕はアメリカ行ったんですよ。そうですね、はい、で真実事実が同じなんですけど、はい、やはりあの時が今も同じなんです。そうです。世界は全然変わってないんですね。はい、国というものは変わらないんですね。はい、そうです。残念ながら変わってないです。残念ながら変わってないです、はい。相変わらず力の強いやつがエマリックさん、はい、そうですよ、はい、20年間そのままアメリカに住んでおりまして、はい、1994年にあの友達が金がないんだから、はい、お金やるから帰って来いって言われまして、はい、来たんです、はい、それでまた日本の東京の、 あの町へ入ったら高校と照らされるあの電気、そしてあのバス、電車に乗りますともうあの真夏にもうこんな感じになるほど の冷たい風、あの風がどんどん入ってくるんです。そうすると、はい、この道路に止まってる車はエンジンかけっぱなしで、あの人たちは車の中で寝てるとか、なんだこれはと思いました。でも米国だってそう。そうです、そうです、はい、でも僕は日本に期待せんです20年ぶりの日本に来ましてね、だけどダメだと思いまして、それからちょこちょこっとあの来るんですが、やはり同じです。そうですね、まあ、日本というこの国は、まあ、さっきの戦争に負けた、はい、徹底的にまあ米国に叩き潰されたわけで、はい、どうなったかというと、今度は米国を崇め立てまつるという、はい、そういう文化になってしまった、はい、属国になりました、はい、あの完全な属国です、はいはい、ですから米国のやっていることが正しい、米国にを真似して生きるのが正しいというふうに思ってしまいまして、はいはいはい、今日まで来てしまいましたし、はい、米国という国はまあ力を信奉している国僕は、はい、そうです、はい、アメリカで歌っておりましてですね、そうですね、白人社会なんです。そうですね。だから僕は白人を懲らしめるとかいじめるために歌ってるんです、はい、書いてます、はい、もうずーっと書いてるんです、はい、でアメリカの表に出るとノーモア広島、ノーモア長崎で歌っておりました、はい、でだけどもその反発はあります。反発なんかどうでもいいんです。で僕の CD でもあの DVD でもそのように言っております。アメリカをちょっと叩き壊したいと、はい、なぜかって、なぜかって広島に原爆を落としたじゃないか、それ以上にね。で最近の歌の中では、広島に原爆を落としたということは平和利用なんだと書いてます。はいはい、米国は言ってるわけですよね。はい、はいはい、戦争終結させるために必要だった、はい、それが米国人の犠牲を減らすために必要だった、はい、そうです、はい、それでそれがまだ分かんないんです、日本人は、はい、そうですね、その事実が、はい、だから僕は過激と思われるんだけど、全然過激じゃないんですよ。普通の人間なんです。まあ、過激というのを英語で言えば多分ラディカルだと思いますけど、はい、ラディカルは過激という意味と同時に根源的な、本質的なという意味があるわけで、むしろそうやって生きてこられた、はいはい、ですから、次の CD なんか
こういった感じで今考えてるんです。僕の顔にはもう僕の顔は飽きました。はい、いいですね。ありがとうございます。はい、もうこれしかないんです。で、日本を助けてくれるなと、日本を突き放していじめてくれと、そして日本国民が自分に気がつくまで、気がつかないですけど、気がつかさせないように努力しておりますが、大本命が金のために命を、命なんかどうでもいいんです。そうですね、福島のことを見てるとそのようですね、はい、で東京で歩いてる人を見ればそうですし、うん、ここで歩いてる人だってそうです、うん、まあ、福島の事故で今でも何十万人もの人たちがふるさとを追われて流浪化してしまっているわけだし、はい、もっと多数の人が汚染地に取り残されて捨てられている、はい、そんな事態があるのにもうみんな忘れようとしているし、はいはいはい、国の方は積極的に忘れさせてしまおうとしているのですね。で、原発やらなければ電気代が上がってしまうとか、日本の経済が崩壊してしまうとか、強い国になるために全部嘘なんです、はい、過去の嘘をそのままやってて、それだから歴史という英語で言いますとヒストリーなんですが、はい、ヒズストーリーなんです。ヒズストーリー、なるほど、はい、そして、ね、勝てば官軍、負けば独軍 で勝った者のヒストリーなんです。ヒズストーリーなんです。それを勉強しないですから同じことが繰り返されるんです。英語で言いますとヒストリーリピーツイッセルフなんです、はいはい、だからそれが根源なんです。だから今起きてることを歌わなくちゃいけないと思っておるんです。もう小出さんがもうそれを重々もうやってらっしゃるんで、もう今日何度はやっぱり生はいいですね。ああとんでもない、はい、生はいいですよ。私は怒ってもらいたいですよ。生で品川さんの歌を聴きたかったけど生はいいですよね。ああ本当です、はい、間違えるのがいいんですよ、はい、間違えるために人間生きてるんですから、はい、それでそれでそのなんていうかな、それを乗り越えていい歌が生まれるんですから、間違えるのが嫌だからってオブラートしてしまうから、結局なんて言いますか、買われちゃうんですね、うん、この名前っていう、僕は英語で言います、 Name and fame into flame って言ってます。名前と有名だと、それを今度学の中に入れてしまう、うん、それで学校をその学校を守るために生きると、そして有名になってお金を持ちたい、そうすれば今度その幸せが来るんだというような大間違いをですね、アメリカで言いますとThe American Dream ってあるんです、はい、あんなのはないんです。あんなのは間違ってるんですよ、うん、で僕そういう歌を書いたんです、うん、その間違ってると、うん、それでその最後に僕が英語で言うんですよ、うん、Wouldn't be wonderful we are dying together って。そうですか、はい、こんなに素晴らしいことはないだろう、こうみんな一緒にみんな死ねたらいいねって言って言うんですよ、うん、そうするとそうみんな、ああ僕は死なないなんて言うんですよ、うん、そういうふうに歌を書いてるんですよ。そうですか、はい、ですからね、夢からは覚めてほしいですね。そうですね、みんなに、はい、日本だってね、なんか米国に付き従ってきて経済大国になった感だってね、僕は喜んでいたけれども、小出さんのね、はい、言われた言葉ですね、はい、利用させてもらいましてね、どこにあるかを経済大国という歌ですかね。そうでしたか、はい、経済優先主義、はい、日本国法律違反暫定値増税料金値上げ再稼働、経済を発展させて彼をお金持ち、軍隊を持って豊かな生活をって、これを言っておられました、はい、そしてその人間の差別構造、生贄が国策の悪徳行政、犯罪がですね、偉いさん、東電政府、狂い山袋工事、産業公害、廃棄物、もう最近は人間が廃棄物になっていると廃棄物だと、で日本国民全部が被爆人だと僕は今言っております。そして731部隊ってありますね、はい、あれ僕は1週間前に
いつかちゃんですよ。731舞台ってどこから来て、731ってその番号がいつどこから来たかっていうのがなんとなく分かるようになりました。731。何だったかな。私も昔731の本を何冊か読んだけど、はい、何でしたかそれは。あの東京大学の住所です。本号731なんです。ああそうでしたか。だから僕のこれは推定です。731をそので要するに本号という意味はですね、僕のそう調べたのでは政治経済を司る司令塔なんです、うん、本号という意味は、うん、らしいんです、うん、そうか、なるほどと思いますね。なるほど、それはあるかもしれませんね、うん、まあ内密さって面白いですねこれは奇遇ですね奇遇ですなとこうカメラに向かって奇遇ですなと、それが良かったかも分かりませんけど、そうじゃないかなと思ってるだけのことです、うん、意味があるんですよ。8月6日9日なんて69でしょ、混合ですよね、6と9、はいあなるほど、はい、もうみんなもうね、そのマンハッタン計画で決めてましたからね。まあそうですね、はい、だから日にちも決めてると思うんです。そうですよね、はい、まあそれ以上にあの空爆がありましたから、焼夷弾を落として、はいはい、だからそういうことも非常に、僕は94年の時に友達のところへおりましたら、そこにいらっしゃった女性の方が被爆じゃなくてもその焼夷弾で家を焼かれて途方に、くれたということを切々と言われました、ね、うん、それが94年の時、その時に本当にそういうことを歌にしていただけませんかって言われておりまして、はい、それでなんかこう思っている時にその東京大空襲というのがふっと頭に浮かびまして、それから勉強僕なりのですね、それからあの歌を送っていただきました、はいはい、歌をその小出さんが言ってらっしゃったから、はい、ああ僕もこういうこと携わってるんだからお邪魔しちゃいってんでね怒らせてもらいましたけども、はい、はい、ですからあようやく書けたと思いましたけども、もう絶対これよりもこれって、ああ僕もねこれももんです、もう被爆の限度って1ミリシーベルトですか、あれも全然わかんない、科学者がわかんないってんで、とんでもないもう、で1ミリをつけたっていうことを聞いてるんです。その1ミリっていい加減な番号なんです。で、僕はだから僕歌に、最近の歌でどこかに書いておるんですけども、ゼロにできるかと。除染するって言っているけど、ゼロにしてみな、だってやってみな、と書いております。それしか歌を書くにはね、もうとことんもう追求して根源を断ち切らないといけないんですよ。ああ20ミリだったら大丈夫だろう、ICRP が言ってるハンドリルだったら大丈夫だろう、原爆労働者は50ミリだったら大丈夫だろうなんて、そんなのいい加減な番号ですから。そうですね、じゃあゼロにしてみな、だったらできないでしょ。もうどうしてですかね、こういった意見を言う人がいないんです。聞いてないですね。じゃあゼロにしてみろって、ゼロにできないのは分かってますからね。そう、はい、だからそれを言わなくちゃいけないんです、うん、1ミリだっていい加減な番号だということを言わなくちゃいけないと思うんですよ、僕は。そうですね、はい、だからそういう不幸な歌ばっかり書いております。もう日本だ、だから日本の、まあ、芸能界で芸がない世界ですから日本の歌を歌ってるミュージシャンはまああまり僕は聞かないから諦めておりますから、ではいけないことですけども、太鼓持ちです。ほとんどはそうです ね、はい、でもまあ今日清島さんの歌詞で私、まあ中にはいますよ、はいはい、僕は気に入ったのは彼が持ってるギブソンのデイ・トゥー・ハンドルっていうのは気に入ってるんですよ。そうですか、なるほどそれであれは違うなそれですね、
僕はギターをあのちょっと見られた言葉ですけど、こういうふうにいかないんですよ、はいはい、でこういうふうにこう立って歌うもんで、この辺にエレキギターの感じで生ギターを弾くんですが、はい、でそうなるとあれは大きいんですよ、J200 って。あの清瀬さんが大きいからなんとなくかっこいいんですけ ど、まあうん、だけどこんなちっちゃい人間でももうあの辛さがってらもう小さいが大きいからは関係ないんですね、うん、だけど僕はギター1本でやりたいんです。もうそんな贅沢できません。ギター1本だ、ギター2本3本で1本だが、品川さんはハーモニカもちゃんとやってるじゃないですか、はい、広島もやってたりして本当ですね、よく弾いてましたね、はいはい、今日見ましてね、はい、おおと思いますね、いやハーモニカは僕4、5歳の頃からちょこちょこと遊びながら弾いてたんですよ。そうですか。でもう小学校時代になると知ってる音楽は全部弾けてました。お、うん、感覚で、うん、そのドレミファソじゃなくてタタ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 パパ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 って弾けてたんですよ。それからずっとまあいろいろありまして、18の時にギターを持ってでやってたらブルースシンガーが、まあ、アメリカで言いますと要するにフォークムーブメントありまして、やっぱりそのデランさん の根源みたいなものは1920年あたりのブルース音楽なんですよ。その時の人たちっていうのは非常にハーモニカを弾いて、あのギターのチューニング知らないんですよ。その EADGBE っていうのを知らないで勝手なチューニングしてこう指をこうやってやって2つぐらいこうやればそれで歌ができるんですあ、そうなんですか。それで今度人によるとあのボトルネックと言いまして、あのビールだとかその上をこうちょん切りまして、ちょん切ってそれをあの肌を切らないようにしてこう磨いて、ここをあのビールの飲むところを先に入れまして、ここに入れましてね、にゃーんこうやったんです。それがそのブルースですけども、そこでまたハーモニカを吹いてたんですよ。うん、それでブルースの音楽というかデランさんが出てきて、強烈な書かなくちゃいけないことを書いておりまして、そうでしたね、はい、もう本当にいまだに素晴らしいブローニン・ザ・ウィンド、風に吹かれてという、どれだけ人が死ねば平和になるんだろうかというような、本当にシンプルザベストなんですが、それとその頃からで彼が4つぐらい僕より年上だと思うんですけども、僕は18の時に今の思ったんですよ。絵を描くのも好きなんです僕あ、そうなんですか、はい、それで結構ですね、あ、これも山田さんに描いてる、描いてるというか僕のアイデアです、すべて、はい、はい、ありがとうございます、はい、見てください。絵描きですか、品川さん。絵描きですなんかもう音楽が大好きでして、それから絵を描くのが大好きでして、困りましてね、すごいな、2日かかったんですよ。絵を描けば綺麗にとか、歌を描けば女にモテるとかやっぱりそうですよ、若い時ってそういうことしか考えませんからね。もう何を描くって1か2は、1か2はもう女性のことが出て、それでもう全て絵を描いて、いいことと、その絵を描いて悪い、嫌いなことと好きなこと、いいことは関係ないですね、世の中いいことと悪いことにないんですよ。で間違ってるとか正しいことはないんです、うんうん、もう好きか嫌いか、そうですね、そうですね、はい、それでそれをバーッと描きましてね、絵をバーッと好きか嫌いか、バーッ、音楽やるとこれで得するとか損をするとか、うわーってやって音楽は勝ったんですよどうした音楽が勝ったんですか。量で勝ったんですよ。こうやーって書くでしょ。それこちらにこう合わせていく音楽の方が強いんですよ。品川さんにとってそうだったわけです。そうです。だから品川さんにとっては音楽を選んだわけですね。はいはい、これもはい、そうです。18の時に。うん、
正しいも間違えてるもなくて、はい、好きか嫌いしかないわけですから、好きか嫌いをずっと言ってますよ、はい、あの小池さんは何年生まれですか？1949年生まれです。やっぱりそう思った。僕46年です。そうですか、はい、三つお兄さんです。三つお兄さん、いや、あの大学今行ってらっしゃって、あの離れていらっしゃって、あのなんていうか降りる時って何ですか、退職ですか、はい、もういつ頃なんですか？私今63、もうすぐ64になりますけど、はい、京都大学の教員は、はい、私の年の人間は65歳が定年なんです、はい、ですからあと1年とちょっとです。なんかいいですか、どういうふうにされますか、65から。もう今やってらっしゃることは当然やられるでしょうけど、わかりませんけど。わかりませんか、生きてるかどうかもわからないので。そうですね、はい、今私はとにかく半年先までは生きてようと思って、そうやって日程を考えてますので。いや、僕も半年先のこの日をね、この日まで行って、もうこの日がもう終わったらもうののあれ、のとなれ山となれでなんですけども、うん、はいはい、もう会えるとは思いませんでしたから、もう僕はものすごく勝手ですから、ものすごく嫌がられてますから、もう絶対会えるなんて絶対思っておりませんでした。そんなことはないでしょう。本当に、いや、お会いできるのはもう半年前から確定していたのに、はい、いや、ただ問題は、はい、今日で品川さんとのジョイントではなかったということが、ね、品川さんに伝わってなかったというのが私にとってはすごい驚きで、もう僕はもうびっくりしましてね。で、嬉しいことに、あのメールを、まあ、1日半の間に3ついただいて、あって、メールして、あ、一緒にメールして、はい、これはどうだ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 ったら、返事が来ないんですよね、そのことに関して。ああ、そうだったんだ。ああ、で、なんで僕は知らなかったんだったら、1週間前に知らせたんですけど、僕の、メールには入ってない、ただ僕の、検索すれば載ってたんだっていうのを今日知りまして。ああ、そうなんですか。それで、でも1週間しか経らないんですよ。もう、小池さんにね、言いたいことばっかり言ってね、小池さんをいじめたんじゃないかと思ってね。いやいや、全然そんなことはありませんけど、もう勝手ですからね。天下の小池さんをいじめるなんていうのは僕しかいないじゃないかな。いや、別に品川さんからいじめられた覚えは全然ありませんでしたけど本当品川さんにね、はい、ことの経過が伝わってなかったってことは私にとってはものすごい驚きで、半年前には会えるっていうのを知りました。4ヶ月前はステージ出れるっていうのを知りまして、それがそうじゃなかったっていうのを知らないのがこの1ヶ月前だったんです。そうですよね、はい、ですからね、だから、うわっ、うわっ、あで、このビラが出たでしょ、ビラが出たのに、なんで俺の名前が載ってないんだってんで、ああいうふうになっちゃったんです、僕は。あっていうことで、まあ、英語で言いますと、ルースキャノンだからな、僕はって、ね、メールしましたよね、はい、こういうの僕慣れてるんですからね、本当にあるんですよ、もうさっぱりと変えられちゃって、大体もう結婚式場なんかにね言われるんですよ、僕アメリカの。それで2曲で終わるんですね、僕は。その僕と、まあ、200ドルぐらいのお金をもらって歌ったんですけど、でブルーグラスっていうバンドがありますね、はい、マウンテン音楽なんですけど、そのブルーグラスをやってる人たちはもう3時間も4時間もそのバックグラウンドで、その結婚式のね、バックグラウンドでにゃかにゃかやってるんですね。それ結婚式にしながらその曲はやっぱりあんまり合わないんじゃない。だけどその向こうさんは呼んだんですもん、ねえ、これももう4年か5年前の話なんですけど、それで食事の時間だったんですよね。それで、みんな落ち着いて座るんで、列になって、みんなこう席にこう座って食べようとするとき、なんで俺いつ出るのかなと思ってたんですよ、うん、でしょうがないから、その花婿さんにね、俺いつ出てるんだ、やれるんだって言ったら、あ、今やったらですか、今やりましょうって、あ、
あ、本当ですかってギター持って、そって言ったら、その、あの、ブルーグラスやってらっしゃる方の、あの、PA システムがビシッとしておりますよね。うん、あ、久々、これ使うかって。あるんだから使うしかない。音バイバイバイって言って、一曲やいたらもう、一曲始めたんです。うん、そしたらもう、あの、食べ始めた人が、こう、こちらで僕が歌ってる。わかるな、それ。あの、口が開いたままなんです。うん、もうフォークを持ってね、もうこちら手をこうなると、こう、こんな感じ。うん、じゃみんなそうなんですよ。うん、もう食べるのやめちゃうんですね。もうか食べるのやめて、みんな、もうなんかこう、あの、フリーズしちゃってね、ポーズになりますよね。うん、あれ、まあいいやって、どんどん言ってたら、これがまたもっとまずいのがですね、赤ん坊をこのこう抱きながら、その食事そうやる、うん、赤ん坊をそうですね、2人か3人ぐらい抱いていらっしゃる方が、席に都合、食事を運ぼうとか、列になってる人です。赤ん坊が全部泣き出した。わーってやるんですよ。わーってやるんですよ。わーって。で、ハンノムクさんが飛んできて、もう一曲だけ。2曲で終わって帰りました。なるほど。面白い。まあ、こういうこともあったっていうことです。いや、小出さんの言われる通り、僕には向いてなかった。で、僕の向いてるところってないんですよ。のコーヒーハウスで歌っててもみんな文句言うんです。本が読めない。ああ、なるほど。会話ができない。うん、でもそうでしょ。そうでしょ。そうでしょ。うん。長島さんの曲を聴きながら別の会話をしたりね、することは多分できない。はい。あの、帰って、今回は帰ってこられたばっかりですか？そうですね。1週間ぐらい前ですね。そうですか。はい、その前はいつ表に帰られましたか？これ、去年帰っております。そうですか。はい、ずっと例えばその首相官邸前のデモとか今毎週やってますけれども、あれも私今度8月30日はその官邸前デモのドラム隊というのに参加して一緒に歩くつもりで、8月30日ですか、はい、ですけれども、みんな要するにその楽器をね、それぞれにみんなやりながらあちこちで歌を歌ってたりするわけですから、ああいう場所は私は篠川さんに似合うそうですね。いや、うちの官邸前には友達と2人で誰も集まっておりませんでしたけども、行っております。そうでしたか、はい、ちょっと様子を見。そうでしたか。お化け屋敷ですね。あ、なんか で僕言ったんですよ。なんだこれ、お化け屋敷ですか。篠原さん、これお化け屋敷というあだ名がついてるんですよって言われたんですよ。あ、本当にそういうあだ名がついてる。そうなんですって。あ、そうですか。初めて聞きました。あ、そうですか。いや、当たってますね。夜なんか見られるとね、真っ黒でボーッとこう沈んでんですよね。なるほど。いつでも番地お皿屋敷じゃないですけどね、1枚2枚ってね、本当に中にいるやつお化けですから。そうです。でも、これは、直感ですね。感じるもんですね。はい。だから、お化け好きだな、これ、会うって言ったら、そういうあだ名がついてるんですよ。そうでしたか。それは知りませんでしたけど。いいですね。はい。いや、本当にもう、小出さんに勇気をもらわないと、そして、ですからね、いや、僕は夢がありましてね、僕が18の頃、安保で、その前あたりですけども、安保でやってるのを見てて、そのデモをやってるので、これはこれしないなと思ってます。僕はこれはしない。しない。はい。うん、で、僕は歌で決めるんだ。うん。そして路上で歌うんだっていうのを心に決めておりました。うん。そしてそれが夢だったんです。それで歌うと、そう、もうワイケルド・マイ・サン・バイ・ジョージ・ブッシュという歌を書いた時も、75% のアメリカが戦争参加ですから、すごかったですけど、僕はもうこういう感じになりましたけど、それはそういうのが当たり前で、
で、ただその10人、20人、50人の人が僕をこうみんなこう白い目で見る、全部飛びかかろうというそういう状態も経験しております。そしてそれが過ぎていくと、今度はそれに困ってマネージャーが来て辞めてくれと、マネージャーが来ても辞めない、そしてセキュリティが来る、セキュリティが来てもどうどうどうだ、そうするとその地区の代表の人が来て、どうだ、